はい、どうも、ロルティアです。はい、えっ、ー、と、おはようございますと。えっ、ー、とね、今日はね、今日っていうか、まあね、昨日からずっとね、スペースをやってて、えっ、ー、と、まあね、ほんで、今日あ、金曜かな金曜だよね。多分、金曜であってるような。はい、金曜なので、あのー、ちいかわがある日なんですよ。あの、本編がね。 でまあ、そういう都合もあってちいかわがあるから楽しみとかいうことではなくて、まあ、楽しみは楽しみだけど、あのー、言ったらねちいかわの、ね、コンテンツを上げたりする時間とかタイミングとかも考えなきゃいけないのでたい、まあ、ね火曜日の時は平日のど真ん中なので俺もあんまりその徐々に上げるみたいな感じで、まあ、12時に上げるとか夕方に上げるとかみたいな感じなんだけど逆に金曜はね、まあまあ、みんな休みではないと思うけど、まあ、言うて週末だから。 もうね、だからまあ結構その早い段階で1発目上げてバーンとこう跳ねさせるっていう作業をするのでまあ、結構ねいきり立つんですよ。で、あのー、今日はねスペースを文字通り朝までしてしまったので、あのー、<laughs> してしまったのでちょっといろいろとさあのー。 考えることが全くないので考えることがないというか考えてないのであのちょっとね脳の覚醒とかって俺別にさ脳科学者でもないしその辺のなんか心理学的なものでもないんだけどそのだから別にこれ言語化もできないしその専門的な言葉というか意味ではないからまあ感覚的なものだと思ってほしいよね。だから本当に専門家の人がいて 例えばリスナーでねその,その点に詳しい人がいていやそれ違うよって言われてもまあわかんないよぶっちゃけ俺にはな何がどうなってそうなってるのかわかんないからただそもそもの話として俺がってことではなくても一般的にみんなそうなんだけどあの、まあ、肉体的にはわかりやすいじゃん例えばあの筋力とかって100%発揮したらそ2 0 0キロ以上のものが確か持ち上げられるよね人間って。250キロぐらいかな えとなんか人間の筋力が耐えられるのが5 0 0キロぐらいらしいんよその持ち上げられるものでだから筋力をもうバカに鍛えた人だったら5 0 0キロのものを持ち上げられたりするのが確かギネス記録とかがそれぐらいなんよねでそれ以上のものっていうのは人間の体の構造上無理なんよいくら体を鍛えようが強くなろうがそもそもそれを支えられないよ持ち上げることはできたとしてもそもそもが支えられないからだからそのそれが限界なんだけどそれを 操作しててるるリミッターをかけけのも当然脳なわけよねでなぜリミッターをかけるかっていうとさっきも言ったけど持たないわけよ。で人間がこう体を鍛えたりとか腕力を鍛えたりすることによってそれが解放できるあこれぐらい鍛えてるんだったらこれぐらいの力を出しても平気だな負荷がかかっても平気だなっていうのを脳が判断して出してるわけよ。まあ、もしこの脳がバグ,らすバグってしまえば力が出しすぎてしまって体が壊れるからね。 でそれと同時に脳は脳自身にも当然リミッターをかけてるので人間はその脳の力の本来のまあ言ったら100%があるとしたらそれを多分ね20%ぐらいしか多分出してないんだったかな多分そんなもんだと思うまあ少なくとも100%なんか絶対出してないし50%以下だったのは確かですあのそれぐらいしか力を出してません人間全員がそうど,どんな天才だろうがどんなバカだろうがみんなそうなんだけど そこじゃなくてそのまあ言ったらその出してる20%を100%だと仮定した上での話を言ったらだからその人間の100%を俺が自在に操れてパーセ20%だけど100%が出せるっていう話ではありません。なんだけどそのまあ言ったら人間のふだ出せるフルパワーが 20%, 20の力だとするならまあ20%でも30%でもいいよぐらいの力がフルパワーだとしたらそれを100%だと仮定して。 その,その力を全部出出すかかさないいっていう話なんよ言ったらこれはだってそれ以上のものっていうのは人間がその物理的にリミッターをかけてるのでそれをバグらせでもしない限りは絶対その力出せないので言ったら出したらおかしくその持たないわけよ言ったらその腕力って分かりやすいじゃん体が壊れるから。 だけど脳って分かりにくいからそれを100%使ってもいいんじゃないって思うけどそんなことをすると持たないしそのいろんなことにその意識が散りすぎてどうにもならなくなるんですよ言ったらねだからその出せるギリギリを、まあ、20%30% だとするんだけどそれをした時にまあその特に感覚派の人まあ右脳左脳の話とかもあるけどまあ言ったら感覚派の人よ。あの言ったらあの 理論で物事を考える場合はそういう話はちょっと変わってくるんだけども当然これはに常に20%全,全部出していかないとその難しいんだけどその感覚派の人間ってまあ言ったらこれ結構さこのさっき言った理論派の人間とかなり。 いろんな部分で食い違うし言葉もその理解できなかったりするようにはお互いにねその何言ってるんだかわかんねえみたいなことになるから特に感覚なんてその人によって違うじゃん言ったら誰でもみんな違うし感覚ってだからその感覚でものを言われると他人にはわかんないんだよね基本的に分かる人には分かるんだけどお互いにそういう感覚派だったらああそういうことってあるよねってなるけどその基本的には他人には伝わらないよね。であのそういうい でまあ、言ったらその脳をフル活用することによっていろんなことを、まあ、人の考えだったり動きだったりを感覚でで読んでるわけよだからこそそ,のそういう理論派の人よりもそういう意味でその感覚的が動物的というか動物って強いじゃんこういうのが感覚みたいなものをまあ言ったら野生の本能があるのでその危機管理能力であったりとか敵が危機相手が敵なのか敵じゃないのかっていうのを判断したりとかそういう能力がその人間より 極めて高いよ、ね、まあだからそういう完全に動物っていうのはみんなそのあれだからその感覚派なので基本的にまあ一部そういうまあ猿とかになってくるとそういうその知能派の人間もいるだろう人間というか動物もいるだろうけどあの基本的に動物はそうなので。 あーのーそうなんだけどただその人間の場合はそういう理論を重視するタイプの人間もいるしまあそれは重視するというよりもその脳の構造と性質上もそうなんよね言ったらで俺はどっちかっていうと感覚派の人間なんよもともとベースとしてねこれはまあよくあのよく俺が名前出してねきちゃんとかがよくそういう風に言ってくれてるんだけど元がそうなんよベースがね。だけど 俺はそれだとそのさあの基本的に感覚なので言語化できないから人に伝わりにくいよね当たり前だけど感覚でものをこれバーッとやるんだよみたいなこと言われても人には伝わらないわけよだからそれを感覚をその言語化するために理論の方で普段動かしてるわけよ言ったらねでも理論でも頭使うの嫌だから頭を切ってもうまあバカみたいなツイートをするなんか短絡的なツイートをするみたいな。 こと俺は結構楽しんでる人間なんよねまあこれもなんとなく分かる人には分かるんじゃないかなと思うんだけどなんだけどその時折ね何かその難しい話をする時とか難しいツイートをする時とかに脳をこう全開にするわけよまあその出せる範囲が 20%30% なら 20%30% フルに動かして何かをするわけよ。これって結構体力使うんよね でも人によってはこれを常時やってまあねそのネキちゃんが常時やってるっていうのもあるんだけどこれ結構ね常時やってる人っていっぱいいるんよね。そのまあ出せる範囲の力を常に出してる人ってまあ結構いるんよ。その仕事であるとか何かその趣味であるとかいうものに常にこう全力投球でやってる人って結構いるんよね。いるんだけどあのー、それができるかできないかも結構才能だったりして。 あの難しいところなんだけどじゃあそれが出せ例えば俺は出せてないからこれ出せたらすごい人間になれる超人になれるのかって言われたらそうじゃないしまあ確かにその,のかもしれない実際俺はそのあえてそれをしてないとかあえて考えないっていう選択肢を無意識のうちに取ってるので言ったら面倒くさいからそ,そうなりたくないからみたいな感じであえてそういう風な選択肢を取り続けているので。 まあそのせいでその割り食ったりすることも多々あるんだけどただそれをせずにさ本当にこに最善を尽くし続けたら当然確かにそういう今よりはいい結果が出ると思うよ基本的にいろんなことにね実際そうだったこともあるし過去にはだけど正直それを続けることが正直俺の脳への負荷が強すぎたんよね実際それで疲弊して一回その 廃人まではいかないけどその寸前ぐらいまで行ってしまったこともあるしね正直なので結構ねこの脳を使うっていうのはみんなまあ感覚的な人間じゃないとこれも分かりにくいんや脳を使うってそれはみんな脳を使ってるので感覚的だろうが理論派だろうが関係なくみんな脳を使っているしそれは意識的に使ってはない部分も多いからね俺もそうだよ基本的に意識的には使ってないけど いやここは考えなきゃいけないって言ったら意識的にでもないけど脳が自動で動くよねそりゃ考えなきゃいけないあの考えたいって思ったらあのそういう指示を多分脳が出すと思うので自分でねまあ分かんないよ俺もそういうだからさっきも言ったけどその専門家ではないので分からないけどまあでもそういう部分があると思うよねだからまあねそれをねなんかその まあ意識的にであれその無意識であれその普段やってないことを急激にやるとほんまにね1日2日ぐらい寝込むんよ普通にねそれをやったそれをしかもその数時間やっただけで次の日と翌その翌日ぐらいをほんまに寝込んだりするんよねでこれを言ってもねなかなか伝わらないんよまあ別に体の不調があるわけでもないしただ単に頭が重いだるいっていう状態になるだけだから まあでもねやっぱりね人間頭を使う脳を使うと当然その糖分も減ったりとかいろんなことが起きるわけじゃん目に見えないけどもその体力はな分かりやすいからあれだけどだからまあなんかそういうのがさまなかなか人には伝わらないんだなっていうのがさ別に俺はさその別にネキちゃんじゃないけどさ別に自分が賢いとかっていう話はあんまり思ってないしまあ そのななんだろうな理解力とかそういうものはあると思ってるけどでもじゃあ賢いのかって言われたらん賢くないまあ確かに知識は理論武装するために知識はつけているけどもそのじゃあそれで知識がすごいあるのかって言われたらそうでもないので何なんだろうなあのいろんな人と喋っててそれこそそのキちゃんの周りの人とかも含めてだけどいろんな人それ以外の界隈の人たちもみんなそうだけど。 なんでこいつこんなに話が伝わんねえんだろうっていうことが今まで過去に多分にあったんよでも俺の説明が下手なんだろうなって思ってたよずっとねでもまあもちろん俺の説明が下手で言語化できてない部分も多々あるんだけどただその感覚的なものが理解できない人っていうのはいるんだなっていうのがまあ最近そのいろんな人と関わってきてすげえ分かってきたなと思ったんよもうこれはもう本当に そういう人にしかわかんねえんだろうなっていう部分があってまあほんとに俺よりももっとすごい感覚的な人っていると思うんよ本当に感覚だけで動いてる人もうなんかあの極端なことで言うと好き嫌いの感情だけで動いてる人みたいな人もいるやんそういう人も完全に感覚派の人だと思うんだけどそういう人っていうのはもう多分全振りしてるんよね。あの 本来俺なんかだと後からそうやって理論,理論の方もある程度組み立ててそっちでも動けるようにしてるっていうまあその人間社会に馴染めるようにある程度はねしてるっていう部分があると思うんだけどそういうやつは多分それすらできてないんだろうねもう,もうほん本当に感覚に全振りしてる人って結構いるからねだからまあ,あのいろんな人がいるんだなっていうのもそうなんだけど本当になんだろうな あのこういう感覚って理解できない人っているんだなってそのなんかね結局こっちが見下してしまうんだけどねわからないって言われると理解できないんだなこいつって思うと見下してしまうしまあ俺の性質上そうなんだけどねうんまあ別に上も下もないんだけどまあただ。 俺は理解できる相手は理解できないっていう状況が生まれた時にそれはどうしても見下しちゃうよね <laughs> それはもう俺の性質だと思うわはいまあでも本当に脳の覚醒っていうのは本当にえっとまあみんな普段無意識にやってるはずなんよこれってその何かを深く難しいことを考える時ってただみんな疲れるでしょ難しいことを考えるとあの普段考えてなくてさ その楽しいことだけやってまあ仕事をしてる時もいろいろ考えるけどさ所詮さ人に言われたことをやってる方たちも多いだろうしね命令を受けてやることも多いだろうしただその自分で考えて動く時にその考えりゃ分かるレベルの話ならいいけど考えてもなかなか答えが出ないレベルのさ難しいことをその熟慮しながらその何か活動す行動する時になんか。 その体を動かしたわけじゃないけどすごい疲れたっていう感覚ってみんなあると思うよね、うん、あの感覚なんよほ、うんあに俺が頭を動かした時っていうのはだからまあその感覚ってなかなかわかんないんだなやっぱみんな無意識にそれやってるからまあ難しいこと考えた時は確かに疲れますよってみんな言うだろうし正直ねまあまあそれはた確かにそうなんだけど まあそれだけじゃないんだよなっていう部分もあったりとか何か言語化できないからこれ動画で喋っていいのかなって思ったから今までもねこの話しようかなと思ってたんだけど正直言語化もできない上に専門的な知識もないのでそ,のそうじゃない人に伝えることが正直できないからまあ正直これを聞いた人はヨタ話だと思って聞いてほしいなんか中二病のヨタ話だと思ってほしいかな <laughs>。これをなんかマジに捉えて 特殊能力者だとかとは思われても、あのー、何もできないので、はいまあ、そんな感じでロゼティアでした。バーイ